波長長のメヌエットを弾いていきたいと思います。ちょっとてんちゃん、ちょっとカメラの上に止まらないで、いい子にしてて。とりあえずこんな曲です。グラジオーソなので優雅にいきたいと思います。1小節目から、弓の配分が大切になってきます。で、1小節目の1つ目の音はダウンで弾いて、その後、まあ、全部ソだからあれなんだけど、その次の2つソがつながってる、これはアップアップで弾くので、最初の1個目ダウンの音で弓を割とたくさん使ってあげないと、もし使わないとその次のでも足りなくなっちゃうので、ここで遠慮せずによく響かせてあげて、音鳴らしてあげてからのアップを2つテヌートスタッカートがあって返ってくるっていう、この、分配が大切になります。で、実は落とし穴があって、よしできたぞと思ってこれを弾くと、半分ぐらいの人がやってしまうのが、何が違うか分かります？じゃあ理想的なの弾きますね、まずね。大丈夫だと、間違えてないっていいな。これが理想的なのね。で、ちょっと残念かなっていうのはこっちです。はい、一小節目の3つ目の音、3拍目の音がベーってなってつながって、その次の音まで、その小節またいだ次の音までつながっちゃってたんですけれども、このテヌートスタッカートが2拍目と3拍目の上にこう乗ってるじゃないですか。で、2つこうの2拍目と3拍目の上に乗ってますよってことは、この2つの音は同じニュアンスで弾いてほしいんです。どっちかが長いとか、どっちかが、ベタベタしてるとか、そういうのではなくて、この2つは同じ真珠がこう並んでる感じで、どっちかがガタガタしてるとか、そういうのではなくて、均等にを目指すとなると、になってしまうとちょっと違うかなっていう問題が、多分レッスンに持っていくと十中八九言われるかなと思います。で、意外と自分では気づかないでやってしまったりするものなので、気になる方は自分でちょっと録画して自分の演奏を見てみると面白いかなと思います。とても勉強になります。弓の配分に関してはそんなところなんで、一番難しいのがそこになります。で、あと新しく出てくることに関して言うと、ファのシャープっていうのが後半に出てきます。シャープが出てきます。はい、このシャープが出てくるときは、ファのナチュラルではなくて半音上がってシャープになるので、いつもだったら2で弾いてたと思うんです。ここが3の指になります。で、3の指、ナ
チウラルっていうのはシャープがもうやめますよって意味なので、今度また2に戻ります。またシャープですよなので3です。また3です、シャープなので。だけどその次でナチュラルです、取れますよなので2です。で、あんまりその何度も何度も同じのが続けて出てくる場合はもうナチュラルなままなので、こうもう書かなくなってくる感じになります。そうですね、指使いにこう楽譜を読まなくても指使いだけ追ってれば一応弾けるんですけれども、できるだけ、あ、今これシャープだから3なんだとか、ファのシャープとかファのナチュラルになったんだっていうのを関連付けながら弾いてった方が、あとで3巻とか4巻かな、4巻になると指使いがだんだんもう書いてこなくなっちゃうので、その時に指使いがないと弾けないっていう話になると結構大変なので、最初今のうちから指使いと音とちゃんとこう紐付けて指使いがなくても弾けるように考えて練習した方がいいかもしれないです。じゃあそんなことを踏まえてもう一回弾いておしまいにしようかな。あ、そうそうそう、前半も後半も繰り返しがあるんですけど、後半2回目の繰り返しの時はセカンドタイムポコリッとって書いてあります。これは2回目の繰り返しが終わる時、もう曲が最後終わる時にちょっとゆっくりして終わりましょうねっていう意味なので、のが終わった感じがするからねっていう意味が書いてあります。では最後に弾いておやすみ、では最後弾いておやすみにします。では最後弾いて、では最後に1回通しておしまいにします。で聞いておいていただけたらなと思うんですけど、メネットっていうのは踊りのことなので、これに合わせて踊ることもできるって考えて大丈夫だと思います。実際この曲で踊ったのかな、それはないのかな。でも YouTube とかでメネット踊りとかって検索すると、普通に昔のあのこんなコルセット締めて、こんなスカートでこんなすごいカツラつけてる感じの人が踊ってるの、メヌエット踊ってるのとかが出てくるので、ちょっと面白いから見ていただけたらなと思うんですけど、その要は一拍目でこう沈む感じの踊りなのか、1、2、3、1、2、3って感じの踊りなのか、1、2、3、1、2、3って感じの踊りなのかって言ったら後者なんです。こう上がる、つま先立ちになるんだけど、ちょっと私がやるつま先立ちだと話が全然違うから、あのぜひその YouTube 見ていただけたらなと思うんだけど、決してこう重くなってく系の踊りではなくて、1、2、3、1、2、3でこうかかとが降りて一拍目でかかとが上がるみたいな、バレエで言ったらエルベっていうの、こうヒュッて上がる感じのが一拍目に来るっていう踊りです。なのでその踊ってる感じ、優雅さを忘れずに。ではでは、はい、
チャンチャンチャン、はい。